それでは両チームのメンバー見ていきます。まずホームの水戸です。ゴールキーパー山口です。黒石、楠本、鈴木、大崎のフォーバックです。新里、前田、土肥、椿、そして木下、安藤の2トップです。一方新潟のメンバーです。ゴールキーパー小島です。藤原、早川、千葉、堀込のフォーバック、星と甲のダブルボランチ、水戸、伊藤、小見の2列目、最前線谷口が入ります。あと前の前線の水戸、小見のポジションを見ながら自分たちの立ち位置を変えますからね。谷口がちょっと引いてきて、逆サイド大きな展開、水戸です。水戸も好調、水戸が振ってくる。木下落とす、土肥が絡んで左、椿、中3枚揃ってます。椿仕掛ける、椿カットイン、椿のシュートだ、ポスト。黒石のボールでした。このところ出場機会が長くなっている黒石、うん、あそこまでの小見フリック、つながった堀米、中谷口、内側伊藤亮太郎、前が空いた、右を使う、水戸、水戸のシュート、こぼれた、決められない。いや決定機でしたね。小見のフリックからですよね。サビが入ったボール、小見のフリックから外から中にパスで進入して、最後空いたスペースに狙っている安藤、うん、安藤いった、木下も狙ってる、木下康介スピードアップ、木下中折り返して、安藤、千葉のブロック、まだ行きます、黒石ゴールへ向かう、ゴールへっていう、奪ってからゴールへ向かうんだっていう全体の水戸の意識、共通理解っていうのは良いですね。はい、藤原、水戸はめてます、水戸のディフェンス、吉田、伊藤、よくかいくぐりました ね、 今前から言ってました、水戸スペースあります。谷口仕掛ける、エリア内、谷口カイトだ、プレス受けて一瞬割れそうになるんですけど、ここの吉田選手うまいですね、やっぱり。で伊藤亮太郎からよく裏のスペース、谷口の裏のスペース見てましたし、まあ、ここから前向きであれば彼は自分で持ち込む推進力、ゴールへ向かう力ありますからね。お、伊藤亮太郎外す、伊藤俊介スペースがあります。伊藤俊介仕掛ける、右足、いや惜しかったですね。新潟松橋監督、攻撃は相手の背後を狙っていこう、いいカット、水戸俊介、水戸俊介周り見ながら仕掛ける、水戸俊介決め切った、新潟先制。この横パスをカットしてから自ら持ち込んだところなんですけども、この中に走っている谷口ですかね、はい、谷口を少し確認しながら、まあ、そっちを目線でフェイク使いながら最後一瞬前に出てニア打ちに来ましたね、はい、まあ、これ先ほどが左でカットインからのシュートも水戸俊介あるので、はい、そういった部分ではディフェンダーとしては一瞬中を切ったその隙っていうのをしっかりついてますね。うまく出てくると新潟の攻撃が活性化されているっていう一つの証拠かもしれないですね。そうですね、新潟初めてのコーナーキック、ゴールに向かってくるボール、本間志音、新潟追加点。まず伊藤からのこのいいボール、センター真ん中キーパー前あたりにヘディングの強い選手を固めて、その裏ですよね、本間志音がターンして裏へ動き出して、まあ、シュートも簡単じゃないと思います、はい、ただしっかりボールの落下地点を掴んでボール流し込みましたね、インサイドで、はい、こぼれた、黒石、いやいい位置にこぼれたんですけどもね、一瞬の細かい作業をこだわる、触らずにやるってことは大事じゃないですかね、堀米まだ上がってきます、本間志音へ、本間志音カットイン、本間ワンツー、本間志音完璧、これぞ本間志音、
プレーの選択ですよね。自分のドリブルシュート技術だけじゃなくてここでのプレーのやっぱ選択がいいですね、はい、で最後シュート鈴木にちょっと当たったんですかね、まあ、おそらく鈴木に当たったとはいえホームシーンのゴールになるとは思うんですけども、はい、セーブはなってません。長いボール堀米集中してます。ここで試合終了です。強い新潟2連勝、前節に続いて 3-0 の勝利です。